Catch the Spirit. Making Sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。あなた誰でしたっけ？僕ちょっと今すごく意外そうな顔して私の顔見たけど、おじいちゃん清水ですよ。だいぶ前の、お友達の清水ですよ。だいぶ前の話になりますけど、急に話す、三谷幸喜です。僕があのいいともに松岡さん薬を取って、僕あのいいともに学生の時に出た時の審査員の話をいいですしましたね。あ、いや、しました。この字が入ってましたね。あの名前が思い出せなかったじゃないですか。急に3日ぐらい前の話。このあなた天下大変の大という字が入ってましたね。あ、分かった、ヒゲの人。そうそうそう、ほら穏やか、はい、ちょっとスケベそう。なんとか大、宮脇大、安宮川大治惜しい宮川、そう、なんかそういう感じ。いた、宮入ってた。いた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 。ちょっと松岡さんに似てる人ね。似てる似てる。大事大事かな。おじいちゃんが今ちょっと目覚めようとしてんだから、ここで記憶抜いた。あなたでもね、挨拶しないってずっとおかしいですよ。今ちょうど宮川思い出した瞬間に始まっちゃったんですよ。そうそうそう、宮川、宮川大事。本当だ、最近見てないね。鈴木、あ、鈴木よしじか。戦士の死じゃない、最後大事って書くの。戦士の、あ、強くなった、強くなってきた。もう近所まで来てます。どういう場合。本当にこれ思い出さないと頭の細胞が一個死ぬってのは本当なんですか。知らない。でもギリギリまで、とにかく自力でってのは大きいらしいね。ね、その思い出そうとすることが大事だっていうふうに言いますもんね、うんうん、だからそれをうちでやってくれると一番いいね。番組中じゃなくてね。こっちの時間がないんでね。まあ先に別の話、中村大治だ、中村大治だ。そう、中村太地先生が、はい、あの審査員で、うん、僕らあのコーラス隊で出たんですよ。それがいいともの最初の思い出ですね。コーラス隊って何、どういう企画。なんかね、あの一般の人がみんなでこうあのハモると楽しいみたいな、なんかテーマであったんです、うん、毎週その今日のグループはみたいな、ハモネプに近い感じ。今日の放送初めて聞かれた方のために、はい、三谷さんが3日前にいいともに出た話をしたんですけども、うん、その時に審査員の名前を忘れて、今日突然思い出したのでそういう話を今なさっています。中村太地先生です。タイが出てきたのが良かったね。笑っていいともからこの話になったんですよね、うんうん、タイが出てきたからね。なんて楽天的な方でしょうか。最初宮か山かって言ったら両方入ってなかったです。ほら僕の言った通り、そうですね、宮も山も入ってなかった。はい、でもこうしてね最後巡り合えてよかったです。なんで宮が入った。とにかくあのでも思い出すってことが大切でね、うんうん、自分の力で。これ僕が思い出したんでしたっけ。結局は、まあ、いろんな方、中村だってことはうちのディレクターが、ね、それでもいいんですよね。思い出すことが大事だ、思い出そうとする力が必要なんですよ、人間。そうですね、まあ自力だと一番良かったかもしれない。だからあのすぐね、こう検索とかしない方がいいんですよね、まず。本当はそうだってね、うん、うんうん。で今日の放送ですよ、真面目な話。でもこういう番組もいいですよね、なんかこう。そうですね、この間、うん、へーって思ったんですけど、はい、所ジョージさんってね、はい、本当にあのすごい人だな、うん、付き合えば付き合うほどそういう感じがするんですけども、うん、力抜いたようにしてやってるじゃないですか、うん、で本当に力抜くことができる人で、うんうん、本当に抜いてる。僕ねお会いしたことないんですよ、所さん。うんうんうん、だから全然あのイメージが湧かないんですけど、普段もああいう、本当だ、なんとなく。そうだね、普段もそうですね、とにかく、うん、ラフってことは大事になさってて、うんうん、でそれが多分空気感で伝わるから見てる方も楽で、うん、あんなに長くね、うん、一線でいられるのだなと思ったんですけど、うんうん、この間びっくりしたんですけど、うん、あ、所さんが着てるパーカー可愛いですねって言ったの、本番中に、うんうん、そしたら、あ、あげるよっつって、うん、そのままくださったんですよ、うん、で、あ、ありがとうございますっつって、うん、でそれも、まあ、もらったんですけど、うん、まあ、そこもラフですけど、うん、その後あの若手の私より年下のね、うん、あの男の子が、うん、芸人が、うん、清水さん今度武道館やるんですってね、すごいですねって言ったの、うん、で、うん、私がすごいんじゃなくてドタキャンになった人がいて、うんうん、それで清水やれって言われただけなんだよ、年末にね、うん、って言ったんですよね、うん、その話を聞いてた所さんが、うん、って驚いたので、うん、私がいやそれはねって言おうとしたんです、うんうん、そしたらその A は、うん、その後の言葉で分かったんですけど、うん、
なんで受けちゃったのって言ったの、うん、すごくないですか、そんな面倒くさいことなんでやるのって言われりゃ結構忙しいんですよ、その誰に頼むかとか、うん、ここはどうしようかとか、あと大掃除もあるしね、年末その後ねあるし、うん、結構みそかの大変ですよ、一番忙しい時ですよ、うん、芸能人もね いろいろ忙しい中で言われたらさ、うん、やることないじゃないんだけど、うん、じゃあ好きなのって所さんが、うん、本当にさ皮肉じゃなくてさ、うん、本当に純粋な目で、うん、なんでやるの、うん、好きなのって言われた時に、うんうん、恥ずかしい話好きなんですって言っちゃったそれはなんかいい話だ、なんか腕まくりしちゃう、いい話ですね、あの所さんもいいし清水さんもいいですね、そうだよね、うん、面白い、うん、それが足らないんですよでも三谷さん、そういうなんかこう割とこう本質をぐっとこう語るけども全然こう、うん、いやらしくないみたいなことができる人っていうのは本当にいいですよね、うん、僕も映画のスタッフの人でそのずっと時代劇をずっとやってらっしゃるベテランの方がいらっしゃってて、その人僕大好きなんですけども、その方にあの清須会議の、感想をね聞いたんですよ、ご覧になりましたって言ったら、あ見ました、試写で見ましたよ、どうでした、まだまだだねって一言言われてでも全然嫌な感じはしないんですよ、なんか、あ逆に、うん、あ頑張ろうと思いましたもん、あじゃあ私もそうする、清水さん一瞬寝たって言ったじゃないですか、だけででもまだだけでってことないわでもでもやる気になりますね、逆にね、うん、嬉しかったですね、本当だね、そういう人になりたいな僕は、まだまだだね、まだまだな人じゃなくてまだまだだねって言える人になりたい、そうだね、それ言って嫌われないっていうのは本物だよね、そうですよ、うん、頑張りましょう、はい、Yes, let's give it our best. Well, that's great. Even though Mr. Mitani is extremely successful already, he's still got a clear goal.